もう絶対没動画だと思った俺やっぱブロインすごい。俺はね全然すごくないよ本当に。ブロインがすごいんだよマジで。そう思う。釣れんだよ別に。東京湾だけじゃないよ。今2013年の五位の沖堤防が最初でしたね。まあ、そこは、人が鉄板とか樹脂系のバイブで出し終わった後、魚が出なくなってすいたとこにブロイン投げて、まあ、たまたま持っててたまたまジャーキングで引いてきたらもう70アップの魚が3匹ぐらいついてきてて、これすごいなと思ってやり始めたのがきっかけですね。どうなんだろう。じゃあブロイン一応丸 S でジャーキング始めていきます。1投目ですね。ちょっと日も高いんで昼過ぎてるんでちょっと沈めてやっていきたいと思います。あの境目が多分いいのかなと思うんだけど。あ、ワームとか鉄板でも出せないやつを、まあ、このミノのジャーキングなら引っ張り出せるっていう、そういう魅力ですよね。だからまあ自分で動かして釣る楽しさと、まあ、釣れない口をつかない魚に口をつかすことができるっていう楽しさが一番大きいですかね。まあ、もともと使ってたのが 140S なんですけども、この 140J が出て 140S より重いのでより沈めやすい、まあ、強風の時とかもより飛ばしやすい。使い分けとしては流れが速い場所でより速く沈めたい、風が強い時により遠くに飛ばしたいとか、まあ、操作させやすい風が強い時は 140J の、まあ、そういう使い分けをしてますね。140J に変えました。カラーを変えました。この色はベリーがグローになってるんですよね半分で。結構沈めて使う時にグローが効くことがあって、だから、まあ、そういう時もあるかなと思って変えました。今ブロイン J を一応丸 J をキャストしてラインスラグを取って糸を緩めてテンションフリーにしてブロインを沈めます。ちょっとウェイトボールがお尻に重心がいったままだとこう垂直に沈んでいくんでより早く沈めることができます。そうウェイトボール戻して水平にしちゃうとこのままいくんですけど、まあ、より、まあ、足元でやってもらうと分かるんですけどね、水平の方がより早く沈むのでテンションフリーで沈めてます。
船出んの5時であろうから、着くの5時15分ぐらいかな。お、来たよ。マジかよ、ドラマ起こるな。ふう、やばいな、俺持ってるわ。どう、星くん、ドラマチックすぎるわ。しかもまあまあサイズいいし、これバラしたらやばいね、マジで。星くん、もう帰ろうよ。帰ってもいいよ、これ。やべえ、ゴム挟んじゃった。 OKOK。 大丈夫だ、ガッツリいってるわ。やばい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 、ちょっとかっこ悪いんだけど。なん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 俺今日緊張。させん、カッチョ割り、どうしよう。よかった、取れて。カッチョ割れよ。おー、絶対ボッドウガだと思って俺。やっぱブロインすごい。俺はね、全然すごくないよ、本当に。ブロインがすごいんだよ、マジで。そう思う。いや、気持ちいいな、マジで。いいや、松本さん。やばいね。やばすぎる。いや。コンディションいい。さすがでございます。いや、本当ボート動画になると思ったよね。本当ドラマチック。これがね、やっぱブロインのいいとこだよね。いやーマジで。これがあるから本当にやり続けられるんだと思う。俺の大阪初シーバス。大阪で関西初シーバス。関西初ですか。そうです、関西初シーバス。お、60。ジャスト。お、元気元気。いやー素晴らしい、マジで。そんなことある？いやー、よかった。でした、ありがとうございました。他のアングラーさんもいますけど、なんやかんやワームとか投げてますもんね。いや、だって今日誰も釣ってないじゃん。いやー、すごいすごいルアーだよ、本当に。釣れちゃうんだから、やっぱこれはもっと広めた方がいいかもしれないね。いやーマジで、もう2500円でこんだけ感動できるんだったらもう安いよね。ちょっと値段生々しくて嫌がらしい。もう2500円でこんだけ感動できるんだったらもう安いよね。でもうね、テンションおかしいから、あのかかった瞬間からなんかおかしいもん、自分でもわかる、あ、なんかおかしいなみたいな。それほど、あ、向かいの船かな、あれ。そんなリアルにそういう時間ですよね、うん、そもそも片付けしなきゃなみたいな。そうそうかもしれない、確かに。どうなんこれ、なんかすごいさ、動画出来上がったら変なことばっかり言ってて、すごい心配だけど、まあいいやと思って、感動したからいいや。
声が来ちゃいました、ね、やっぱあれだったんだ。すげえいいもん見せてもらいました。いやいや、ありがとうございました。お疲れ様でした。